足のお悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台駅東口店の大輝でございます、えー、本日はですねフラットで非常に多くの来店が多いですね、えー、膝の痛み、えー、膝の痛みですね、えー、それではどういった靴を履くとですね膝の痛みがどんどん悪化するか、えー、と申しますとですね、えー、まずはですね膝、えー、膝はですねこういう動きには得意ですこういう動きは得意なんですが この脇の動きはですね、本当のほとんどというか得意ではございませんというか曲がらいませんのでえ本来こういう動きをするとえ膝の痛みにつながります。え見ていただきますようにこういうところにですね、えー、軟骨がこうすり減ってしまいますので横の動きはえ本当に NG ダメということになります。こういういまっすぐな動きが非常にいいですねえ。そういうことをですね、え踏まえますとまずこういったですね、布の靴。 えー、布の靴でもですねかかとが柔らかい靴ですね、まあ、布の靴こういった飯の靴は、まあ、ある程度はいいんですけれどもここが柔らかい靴はまずダメですね、えー、ここが柔らかいとですね先ほど言いましたようにこの横ぶれに、えー、なってしまうんですねですからかかとがしっかりしないと、えー、こういうまっすぐした動きにはなりません、えー、あとはですね、えー、紐がない靴ですね最近流行ってますスポッと入れてスポッと脱げる靴 最初はフィット感があっていいのではないかと思うんですけれども、あれは何回も何回も繰り返しているうちに、やっぱり緩くなります。そうしますと、横のです、ね、ブレが発生してしまいますので、それもダメです。あとはです、ね、この紐紐があってもです、ね、結んでない方、膝痛いです、私という方の靴紐を見ますとですね、ね紐が緩んでいます。それは当たり前ですよということなんですね。ですからここの紐をしっかり締めて えー、歩きますとぴったりしますので,ですから靴選びのまず、えー、今日は大事なところはですね、えー、かかとがしっかりしている靴かかとがしっかりしている靴ですねこういう靴ですこ,ういうこの膝の横ブれを防いでくれます、えー、そして紐をしっかり結ぶこと、えー、紐をしっかり結ぶことによってですねここにここの大黒柱にかかとがついたところこの家の針でですねしっかり押さえますあともう1つ大事なのはです、ねえー、ここの足の裏 足底がですね、扁平足、あと快調足、あとは長年の癖、ぐらぐらになっている方がいますそれをフラットのオーダーメイドの中敷きを入れてですね、支えることによって土台もしっかりする、家の柱、土台、家のりこれがしっかりすることによって先ほどの横振れというのが権限されるわけですね。ですね、今日は 靴の変形膝関節症、また膝が痛い方の靴のですね、こういう靴履いてないですか、こういう靴いいですよっていうおすすめのシリーズになりました。ぜひ皆様、こういう話もね、しておりますので、ぜひご来店いただければと思います。皆様のご来店お待ちしております。